松江電灯株式会社は明治後期から大正にかけて存在した日本の電力会社である中国電力ネットワーク管内にかつて存在した事業者の一つ島根県最初の電気事業者であり1895年に松江市で開業した1912年に日比川の水力発電所を完成させてからは供給区域を拡大し 松江市のみならず現在の雲南市、大田市などにも供給するようになった。1917年、後発の出雲電機と合併し解散した。松江城天守。松江電灯の開業時の発電所は、天守から南西方向に城山を降りた位置にあった。旧松江藩の城下町松江市では、1890年頃から電気事業の企業を目指す動きが始まる。 1894年になると、会社設立に向けた具体的な手続きが始まり、3月に最初の会社設立協議会が開かれ、続いて各地の電気事業の実地調査が実施される。調査結果に基づき、松江市での企業計画も詳細が詰められ、同年11月30日には電気事業許可の取得まで進んだ。1895年1月より、 株式募集などの会社設立事務が始められ、役員選出を経て、同年4月16日付で、農商務省からの会社設立認可が降りて、松江伝統株式会社が発足した。設立時の資本金は3万5千円。初代社長には、松江の休暇出身の桑原洋次郎が就任し、地元の実業家で会社設立を主導した山本清兵衛が自ら、 取締役権支配人となった。会社経営については、山本と筆頭株主の首相、折原万次郎の二人が主として担当した。なお折原は、その後1899年3月より桑原に、代わって二代目社長に就任している。本社と電源の火力発電所は、 松江城の麓の松江市との町に建設された。最初の発電設備は大阪電灯から購入した中古品で、原動機は蒸気機関、発電機は出力3 4ットの単相交流発電機であった。発電所竣工後1895年9月21日に、まず試験店灯を実施。それを受けて10月1日より、松江市内一円を、 供給区域として営業を開始した。中国地方では前年に開業した岡山電灯、広島電灯に続く3番目の電気事業であり、1912年に浜田で、浜田電機が開業するまで17年間にわたり、島根県唯一の電気事業者でもあった。開業時の電灯数は250灯で、その電灯料金は10食灯で、月額1円10銭。 16食堂で月額1円35銭と高価であった。開業から3年半が経過した1899年頃から松江電灯では設備の増強を計画し始める。城山下にあった最初の発電所は売園、騒音について市民から苦情があったため増設とともに城の東方、松江市、南田町に移すことも決定された。移転。 各張の資金調達のため1900年8月資本金を6万円へと増資する。工事はまず1901年3月、本社が南田町へと移転。ついで1902年5月に新設の7 5ット単相交流発電機を据え付けて新発電所の運転を開始し、追って、 旧発電所の設備を新発電所へと移した。こうして発電力が1 0 9キロワットへと上昇した松江電灯では電灯数が年内に1 0 0頭を超えている。三院電気所代社長、坂口平米最初の設備拡張が完了した後、松江電灯は積極的な設備投資をしばらく行うことはなく、資本金も10年以上にわたって6万円で固定されたままであった。 借入金の増加から1900年代後半には、業績が低迷し、1908年9月に、折原の後任として三代目社長に就任した、清原総太郎は翌年下期まで無敗を断行し、経営再建に当たっている。松江伝統が停滞する反面、1907年12月、鳥取県西部の西白郡与那子町では、資本金20万円で、山院電機が設立される。 同社は火力発電ではなく日野川の水力発電を電源とし1909年10月に開業した。松江電灯では燃料石炭価格の高騰から1906年8月に電灯料金を10食灯で月額1円50銭、16食灯で1円80銭へと引き上げていたが、 水力発電を電源とする三陰電機の電灯料金は10食灯で月額60銭、16食灯で85銭と安価であった。したがって三陰電機が精神して松江へと進出するならば松江電灯にとって打撃になるのは明らかであった。三陰電機の松江進出は松江電灯が1907年に始めたが需要金賞。 発電余力減少のため1909年により中止していた松江市内での動力用電力供給から始まる。電灯供給についても1910年5月30日にその許可を取得した。三院電機の進出に対し松江電灯では三院電機からの電力購入を図り1910年初頭より交渉を持つが料金面で折り合いがつかず失敗する。五月に 三院電機が電灯供給許可を得ると、10月に電灯料金をほぼ半減となる10食灯、月額80銭16食灯90銭に引き下げて、防戦体制を整えた。しかし単に大幅値下げをしただけでは、収益低下が必至であるため、松江電灯では自社でも水力発電に乗り出すこととなった。川北電機企業者社長。 河北秀夫1911年1月、松江電灯は株主総会にて水力発電の件を議決した。その内容は、資本金50万円で新会社、松江水力電気株式会社を設立し、松江電灯はこれに事業を譲渡する、というものであった。ただしその後新会社設立は取りやめられ、同年3月、 松江伝統自身が資本金を6万円から50万円へと増資した。この増資には各地で電気事業の企業に関わる大阪の川北、電気企業者が参入し、川北が新株8800株のうち5000株を引き受け、折原を抑えて筆頭株主となった。1911年5月、松江伝統は松江市の南方に田郡三沢村にて日い川の 水利権を獲得し、8月より、川北電気企業者が一切を受け負う形で、発電所工事に着手した。この北原発電所は1912年9月に、竣工する。据え付けられた発電設備は、エッシャーウィッセイ、フランシス水車を原動機とする、シーメンス製三小交流発電機一台であった。同年12月、松江変電所とを結ぶ。 送電線の完成を待って、出力9 2 0ットで、北原発電所は、運転を開始した。これにより、松江の供給力が増大したほか、同時に、木月大統領変電所も完成したことで、木月町、大東町などへの供給も始まった。翌年末には、あの郡大田町にも大田変電所が新設されている。 北原発電所工事中の1912年5月の料金改定で、伝統料金は10食糖、月額50銭16食等70銭に引き下げられた。この値下げと供給力、供給区域の拡大により、同年末の伝統数は前年比2.5倍の約17,600糖へと一挙に増加し、翌1913年末には、 約23,400頭まで伸長する。また中止されていた電力供給も北原発電所の運転開始で再開され、大口需要家として岩見銀山にも送電するようになった。加えて1912年5月23日、松江電灯は山陰電気と供給区域に関する協定を締結した。その内容は、 三陰電機が松江市内と隣接する八塚郡津田村、野木村への伝統、電力供給を行わないことを確約するとともに、松江電灯はその対価として、向こう20年間にわたって、半年ごと2125円ずつ、総額4万5000円を支払うというものであった。この協定により、松江電灯は三陰電機の松江進出を阻止し、松江における、 供給の独占に成功した。1911年11月、松江電灯浜田電機に続く、島根県で3番目の電気事業者として、出雲電機が設立された。同社は、翌1912年8月に、氷川郡今市町などを供給区域として開業する。1915年10月には、神戸川に、 出力 300kW の久保田発電所を新設した。北原発電所を完成させた松江電島では、供給先の拡大を図るべく今し、平田など有望な地域を供給区域に含む後発の出雲電機に着目し、開業したばかりの同社に対し合併を持ちかけた。この時の合併話は、開業間もないこと、また、出雲電機が、冴火東吉率いる。 災害電気商会参加の企業であることから、具体化されることはなかった。その後災害電気商会が破綻して同社に代わり、日本工業という会社が、筆頭株主となると、再び、松江電灯との合併話が浮上する。事業基盤の強化と設備運用の合理化を図れる、松江電灯側と、有利な条件での出雲電気の処分を施行する、日本工業側の思惑が一致した結果であった。 1916年から、出雲電機専務、山本福太郎と松江伝統取締役、折原万次郎の間で合併交渉が始まり、翌1917年1月18日合併契約の締結に至った。合併条件は、出雲電機を存続会社とするもので、松江伝統は合併により解散するものとされた。合併に伴い、出雲電機は、 新株2万6000株を松江伝統の株主に対し持ち株1株につき1.3株の割合で交付する。したがって合併時の資本金は出雲電機が35万円、松江伝統が100万円であったが合併後の出雲電機の資本金は165万円に増加することとなった。手続き後、1917年4月6日付で合併が成立し、 松江電灯は解散した。松江電灯を吸収した出雲電機では、本社を松江市の旧松江電灯本社へと移転する。役員についても、総改選され、社長には、松江電灯前社長の折原万次郎が就任し、その他の役員は6対4の割合で、松江電灯側から多く選ばれた。以後、新体制となった出雲電機は廃伝統制で、解散するまで、 島根県の中核事業者として発展していくことになる。1916年8月末時点における松江電灯の電灯電力供給区域は以下の通り、全域が島根県内である。松江電灯の勢力圏であった島根県東部は古来からたたら製鉄の盛んな土地であった。明治に入り、たたら製鉄が 輸入鉱材や航路法による鉱材に押されるようになると、その近代化を図るべく1899年に、雲ん鉄鉱合資会社が設立される。同社は、日露戦争後に経営が行き詰まるが、1909年に、イベキ作の安木鉄鉱合名会社が事業を引き継いだ。安木鉄鉱では設立当初から、ルツボロによって工具鉱や刃物鉱を生産していたが、 ついで電気製功、すなわちエルウシキアークロによる鋼の生産に着手した。エルウロの導入は長野県の土橋電気製工所に続く国内に例目当初は松江電灯の北原発電所建設に伴って発電所に近い愛村に試験路を設け、発電所から電力供給を受けて試験を行った。しかし交通の便が悪いことから、 松江電灯の火力発電所構内へと試験論を移す。その後第一次世界大戦の勃発で、鉄鋼需要が増加すると、安木鉄鋼は、松江電灯より火力発電所を土地ごと譲り受け、本格的な成功工場を建設していった。大戦中の1916年に、安木鉄鋼は株式会社安木成功所へと改祖し、松江の工場は、同社の第二工場となるが、 大戦後の事業縮小で1920年に閉鎖された。後地には桜内奇妙の記号による電気発祥の地の記念碑が立つ。その後本社は1913年10月さらに、ほろ町へ新築移転された。南賀町の松江発電所は、出雲電気時代の1918年8月廃止。なお1914年以降は、安木製工所へ対応されていた。 ありがとうございます。